まあ、そして最後はですね、我らが誇るですね、マイクタ世界大会で4位になったことがあります。ケイスケザ・エンターテイナー君のプレー。面白いですよ。しかとご覧ください。どうぞ。いやー、ほんとね、ありがとうございます。このご時世ですね、エアギターの大会もイベントも、ね、全てなくなってしまいまして、私、ケイスケ、2年ぶりに人前でエアギターやるんですよ。はい、なので、ね、ミガンの大使館の皆様、本当にね、集まってくださった皆様、本当にありがとうございます。はい、今回はですね、感謝の意を込めたエアギターやろうと思います。本当に皆様、本当にありがとうございます。はい、ここからは著作権の関係で YouTube ね、厳しいので、私、ケイスケ本人がね、アテレコをしていこうと思います。私、ケイスケ2014年エアギター世界4位でございまして、エアギターはね、フィンランドの方で世界大会があるんで、こうやってフィンランド大使館に、ご招待いただいたっていう形ですね。はい、マシンガン弾きとか頭の後ろでね、ギターを弾いたりとかっていう、そういったね、プレイをやって、あ、これ今ね、ギターを折りました。ギターを折ってからのさ、ギターを歯引きしてます。歯引きをして、で、今回は感謝の気持ちを込めたエアギターなので曲に合わせてお辞儀をしております。で、さらに今回の仕込みですね。私、ケイスケ、今までね、カツラ、坊主にカツラっていうね、ネタをやってたんですが、髪の毛生やしたんで、はい。今回ね、カツラではなく、ふんどしですね。ふんどしに感謝っていうね、文字が書かれております。で、この時ね、本当にめちゃくちゃ盛り上がりましたね、お客さんから。歓声が上がってって、で、最後に、さあ、感謝の気持ちを込めたエアギターなので、土下座で終了っていうことで、これはね、本当に目立ちましたね。フィンランド大使館楽しかったなぁ。フィンランド大使館行ったら、あのゲームの実況をしたくなってきたぞ。はい、皆さん、エアギターの動画いかがだったでしょうか。もうね、エアギターといえばね、フィンランドで、世界大会開催されているわけなんですけども、フィンランドのようなヨーロッパ地方といえば、中世の騎士やバイキングが有名ですよね。なので今回はですね、そんな世界の英雄たちが時空を超えて集結する、ライズ・オブ・キングダム、こちらで実況していこうと思いまーす。さあ、ライズ・オブ・キングダムはですね、古代文明をテーマにしたリアルタイム育成型戦略シミュレーションゲームとなっておりまして、好きな文明を選択して、で、自らが総督となり、兵隊をかき集めて内政を整えて、勢力を拡大して世界を制覇していくといったゲームとなっております。で、さらにね、他のプレイヤーと同盟を結んで、力を合わせて領土を拡張していき、で、バトルを繰り広げながら敵の領土や資源を奪ってね、自分の同盟を大きくし続け、仲間と共に頂点を目指すっていうゲームとなっております。さあ、早速ね、プレイしていきましょう。まあ、こういう風にですね、いろんな施設がありまして、レベルを上げていくこともできますし、まあ、ね、自分で、資源を生産することはもちろん、他のプレイヤーからね、資源を奪ってって、で、自分の、村をね、強化していくっていうこともできますね。ちょっと早速ね、兵士の方、訓練していきましょう。で、そうだな、あとはどこを上げていこうかな。こういうのって、ほんと悩みますよね。まあ、そう考えるのが楽しいんですよね。こういった村育成ゲーム。さあ、なのでね、まあちょっとね、いろいろ上げていきましょう。じゃあまあ、ちょっと農場上げていきますかね。やっぱり自分でね、自足自給できるっていうのも大切になってきますんで、ここら辺ね、上げていきましょう。で、何をやればいいのかわからない場合は、左側にね、こう、ミッションっていうのがありまして、これね、どんどんクリアしていけば、村をね、スムーズに育成して、で、かつね、アイテムもゲットすることができますね。とりあえず迷ったらね、左側の、こう、ペンのマークか、ペンと紙のマーク押してね、進めていきましょう。で、今回自分は文明を日本に選択しましたんで、はい、こちら戦国武将、使うことができるんですよ、英雄として。こちら、くすのきまさしげですね。びっくりしましたもん、最初。くすのきまさしげ、使えんのってなって。で、甲冑も着てさ、こうさ、こうなんだろう、男らしくて、めちゃくちゃ、かっこいいですよね。で、かつ、源の義経も、使うことができまして、めちゃくちゃこれ、テンション上がりますよね。で、今回紹介したのが、右下の天部、こちら押していきましょう。はい、こういう風に天部ポイントをですね、振り分けていくと、英雄のですね、天部これね、強化することができます。バフ効果で率いている、部隊の防御力が上昇する。あー、これね、悩む。俺ね、こういうのね、バランスよく育てたいタイプなんですよね。なので、弓兵の効果とかスキルとかも、一つずつ、今回ね、三つ上げることができますんで、三つちょっと上げていきましょうかね。うん、率いてる部隊の攻撃力とかも、はい、これで上げていきまして、じゃあそしたらね、弓兵の速度の方、どっちにしようか悩むんですけど、こっちにして、割り振っていきましょう。さあ、せっかく強化したんで、ちょっとね、攻撃していきたいですね。じゃあそしたらね、左下の、こちらからですね、あ、野蛮人ですね、検索することができるんで、野蛮人に対して、こちらのくすのきまさしげ。
突撃させていきましょう。はい、攻撃を押して、で、部隊を編成してってあげて、で、これで、行軍で、やればね、攻撃してってくれますんでね、こちら、攻めていきます。さあ、楠木正成に、いたしまして、ちょっと野蛮人に対して、侍が攻めていけます。戦国武将が。さあ、行きます。はい、こういう風に、軍が進んでますね。進んでって野蛮人にね、これからね、攻撃の方仕掛けていきます。さあ、こちら、楠木正成が率いる部隊と、軍隊と、野蛮人が突撃していきました。それはもう勝ち目ないよね、野蛮人からしたら。おい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 、ふざけんな戦国武将じゃねえかって言ってね、今ね、逃げていきました。はい、こんな感じでね、敵をね、倒したりすることができます。さあ、戦闘処理、報告を見てみると、あ、こういう風にね、戦闘処理の、データを見ることができまして、あ、結構重傷者19名の軽傷319名、出てしまったんで、ちょっと治療の方ね、していきましょうか。結構レベル1の野蛮人にしてば、めちゃくちゃ頑張りましたよね。はい、なのでね、こういう風にね、怪我した兵士たちはね、病院で、治療してってあげて、で、そうするとね、部隊に復帰してくれますんで、さあ、いつでも戦闘に参加できますって、なりましたね。で、あとはね、他にもね、いろんなモードがありました。あ、こちらの遠征モードですね。こちらでクエストをね、クリアしていくと、報酬が、もらうことができますんで、こちらのクエストもね、進めていきましょうか。さあ、クエストやっていきましょう。敵軍全滅60秒間以内にミッション達成っていうことなので、ちょっとやっていきましょう。さあ、敵が、あそこにいますんで、あそこに、ここにタップすれば、いいのかな。あ、行きましたね、行きましたね。はい、こういう風に軍を、進めていって、さあ、トルーバーとエクスプローラーって名前がありますが、さあ、これ戦ってますね、戦ってる。おー、激しい戦闘が、行われてますよ。で、どうだ、これ倒せるのか。あ、相手のライフ減ってますね。いいよ、いいよ。赤ゲージになってって、ここから一気にスキルとかも発動してって、さあ、撃退していきましたね。さあ、これも、残りの敵も撃退していけば、これでね、クリアできて、こういう風にね、報酬をゲットすることができます。さあ、さらにこのゲーム奥深いのがね、先ほど冒頭でも言った同盟ですね。こちらが、同盟要塞となっておりまして、この要塞こそが各同盟が領土を広げる起点となりますと、同盟の領土内では、同盟メンバーの最終速度とか、速度がね、上昇して、同盟同士の、ね、制限により他同盟に所属している都市は、同盟メンバー付近に移転できません。これにより、戦略の幅も広がることでしょうっていうことで、ちょっとこれ、ちょ、面白そうですよね。自分もね、参加してみたいなって思います。はい。自分、同盟に参加するの初めてなんですけども、同盟に参加することによって、左側、5つぐらいね、メリットがあるらしいんで、ちょっとね、加入してみましょう。はーい。ではね、同盟に加入してみたんですが、お!来ました。やりましたね、総督。同盟の加入に成功しました。これから同盟に関する機能を紹介します。いろんな機能があるんですね。ここでは同盟の基本情報が表示されていますって、ありますね。さらに、ここでは同盟でできる各機能が表示されています。タップすることでより詳しい情報を確認できますっていうので、戦争とかね、領土とかいろいろありますが、こちらのタグを切り替えることで、同盟メンバーを確認したり、設定などが行えますっていうので、ここではあなたが同盟と盟友に対して貢献できるだけではなく、同盟や盟友もあなたの成長を手助けしてくれますってので、共に助け合うことで強い絆や結ばれた真の同盟となるのですって、言ってますね。ここでね、助け合うこと、他のプレイヤーと助け合うことができるみたいです。はい、機能を見てみましょう。聖地に関しては、マップ内にある聖地をね、占領することでいろいろね、バフ効果得られるらしいんで、で、そこから確認できる、みたいです。で、同盟領土に関しては、名士や幹部が同盟要塞や同盟の旗を検索して、で、マップ内に同盟領土を増やすことが、できるみたいで、で、同盟員は同盟資源からの、領土資源収益を受け取ることができますっていうので、領土を増やせば増やすほど、資源をね、多く受け取れるみたいな感じですね。で、支援見てみると、あ、同盟員の研究や建築を支援して、必要な時間を短縮することができて、で、支援をすると同時に同盟ポイントと個人ポイントを手に入れることができますっていうんで、あ、なるほど、同盟支援が条件のミッションとかイベントね、達成できたりとか、あと同盟支援を行うと個人ポイント獲得できたりとかね、あとはまあ研究や建築が大幅に減るっていうので、これはやってった方がいいですよね。で、倉庫に関しては同盟資源ポイントから獲得した同盟資源の量を確認できた、あ、これだけ獲得したよっていうのがわかるんですね。で、かつ、各種同盟資源は同盟技術の研究に使えるっていうので、今のこの同盟技術かに、使うことができるんですね。ええー、面白。あ、同盟ギフトは、同盟員がギフトパックを購入したり、特殊な敵を倒すと、ギフトが一つ送られて、そこから様々なアイテムを獲得できるみたいです。
あ、また出てきた。盟友たちの都市は互いに近く集まっていた方が助け合うのに便利です。では、盟主の位置を確認してみましょうっていうことで。あ、そうなんだ。近くに集まった方が、すごい有利に進められますね。あ、で、ここにみんな集まってるのかな。で、画面左上に矢印アイコンをタップして、一点をタップすることで、都市を盟主の近くに移動させることができますっていうので、あ、こういう風に、こう、同盟に入ってって、で、みんなでね、こう、近くに、こう、移転し合って、で、助け合っていって、進めていくって感じですね。じゃあ、移転をしてみますと、あ、今ちょっと、空き地が、がないのか、移転がちょっとできてないんですけども、こういうふうにね、他のプレイヤーとこ、協力し合っていこうっていう、そういう進み方ですね。そして、ただいま、タイダルレイジっていう、海、船で戦う、こう、海戦のイベントがやってきてるんで、ちょっとこれね、やってみましょう。さあ、遊ぶ前にルール確認してみると、あ、10名の総督が2つのチームに分かれて、各チーム5名となる、会場でバトルを繰り広げるっていう5対5のチーム戦と、なっているみたいですね。で、1種類の戦艦を戦場に配置できて、戦闘開始後は戦艦を変更できませんっていうので、あー、なるほど、3種類の戦艦があって、それぞれ役割が違うみたいで、面白そう。で、マップを確認していくと、このカーゴシップっていうのを守らなきゃいけなく、かつ相手のカーゴシップに攻撃して落としていかなきゃいけないっていう、そういうマップになっているみたいですね。そして、その奥にはセーフゾーンがあって、こっからはもう相手から攻撃されないみたいな感じになって、で、かつ回復ポイント、セーフゾーンの中に、回復ポイントがあるんで、やばくなったセーフゾーンの中に逃げ込んでって回復していきましょうっていうことですね。で、さらに、あ、ここに来て、船の、各種船ですね、のスキル見れますね。アローシップとか遠距離攻撃型だったりとか、あとアーマーシップスキル、あ、防御型の、船とかもあったりするんですね。これをうまいことチーム内で組み合わせてって、で、敵とね、戦っていくっていうね、そういうゲームになってみたいなんで、早速ね、遊んでみましょう。では、マッチングしていきましょう。さあ、どんなチームメイトとあだ名でしょうか。さあ、まずは、あ、アーマーシップが足りません。アサルトシップが多すぎますっていうので、あ、確かにアサルトシップがちょっと多いんで、自分船、変えていきましょう。何しようかな。アーマーシップで、ちょっと自分ね、防御寄りにやってみましょうか。で、からの、あ、チームメイトも一人、アーマーシップになったんで、アーマーシップ二つの、アサルトシップ二つの、アーチャーか。矢を飛ばす遠距離攻撃の船が一つっていうので、結構バランスよくパーティー組めましたんで、ちょっとこういう風に、ああ、こう移動させるんですね。はい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 。移動させていって、さあ、ちょっと慎重に行こうかな。どう行こうかな。ちょっと、味方の動き具合を見てて、あ、もうアサルトシップは、左側のアサルトシップたちは、もうバンバン前に行ってるんで、こう突撃しようとしてますね。で、自分は、そうだな、敵の船がアサルトシップ一機の、アーマーシップもあって、ああ、そこにも、遠距離攻撃の、船がありますんで、どう行きましょうかね。戦況見極めるのほんと大変だな。で、待って、相手の動きにも合わせなきゃいけないんで、確かアーマーシップはアサルトシップに強いらしいんで、アサルトシップの動きを見て、こう攻撃していくとか、ちょっと追っかけてみましょうか。はい、追っかけていきまーす。アーマーシップに強いんで、追っかけていくと、逃げる。やっぱり敵もね、弱いっていうの分かってるんで、アーマーシップに。逃げていきますね。なので、ちょっと、ここまで来たけど、さあ、体当たりしていって、アーマーシップのスキルもね、発動したりとかしていけば、さあ、結構耐えてるんじゃないですか。さあ、迎撃していきましたね。アーマーシップは2秒間交戦状態ないと、こう、迎撃できたりするみたいなんで、さあ、はい、これも迎撃していきましたね。いいですよ。スキルうまいこと使いこなせてんじゃないですか、俺。と、で、あ、右側のアイコンが HP なのか、黄色くなってますね。ちょっと危ない。どうしよう。こっからやられるとどうなるんだろう。やられてしまうと、攻撃していこう。攻撃してみると、どう？これで、あーやられてしまって、あ、これやられてしまうと30秒間。はい、右の数字、20何秒とか出てるんじゃないですか。30秒間復活できないのか。なるほどね。じゃあやられない方がいいのか。やられたら30秒間何もできなくなって、味方に支援も、防御もできなくなってしまうんで、やられずに、いかに危なくなったらセーフティーゾーンの中に入ってって、回復していこうっていう、そういう感じですね。いや、待って、戦略性があって、めちゃくちゃ面白い。すげえ面白いじゃん、このゲーム。あ、OK、復活したんで。どうしよう。とりあえず、遠距離攻撃の味方は、防衛に回ってくれてて、で、味方の攻撃側の味方は、あ、やっぱアサルトシップ、逃げてきましたね。あ、なので、俺がここで迎撃してあげて、で、味方を守るみたいな感じでやっていけばいいんじゃない？
そう、あ、ほらね、やっぱり敵逃げていきましたね。敵逃げてって、で、かつ、アサルトシップ、待って、相手の、この、アローシップ、嫌ですね。で、あ、待って、ちょっとこっち攻撃されてる。こっちの、あ、待って待って、攻撃されてるな。どうしよう、これで、攻撃して、迎撃できてる、これ。迎撃できてる。初プレイなんで、申し訳ないんですけど。いけ、いけ、これ攻撃できてるのかな。いや、待って、俺、あ、ちょっと待って、HP やべえじゃん。HP やべえが、一回ちょっと、はい、引っ込んで、回復しに行きます。はいはいはい、面白い。これに守ってやばくなっては、引き返して HP を回復してって、で、あ、来てますね、相手のアサルトシップ。ここを回復してったら、相手のあのアサルトシップ、迎撃していきましょうか。なんかこっちに突っ込んできて、攻撃しようとしてきてるけど。で、回復してる間に今戦況がどうなってるかっていうので、こう見てた方がいいですね、間違いなく。さあ、いいですよ。味方も迎撃してって、相手のアサルトシップに、こっちまで衝撃波、与えていきましょう。これで、相手のアサルトシップ沈没させていってあげれば、さあ、沈没させていった方がいいですね、なるべく。いや、沈没させて、そうすれば30秒間、敵をね、無効化できるんで、あーで、味方のアサルトシップが追いかけられてるから、どうしよう。はい、来てるから止める。これで止める。あー、ちょっと止まんない。止まんない。あ、ちょっと止まんない。あー、ちょっと体当たりされた。で、上の赤いライフが敵のガーゴシップの、残りライフで、で、青いのが自分の、ね、HP となっているんで、ここね、何とか守り切りたい。今んとこ、だいぶリードは一応、できてるんじゃないですか。で、さあ、体当たりからの迎撃をすることができてますよ。いいぞ、俺。初めてにしたら結構使いこなせてんじゃない。で、これ、どう止める？こう、ごちゃごちゃしてきたら。いや、結構、いや、戦略性がすごい面白いな。さあ、残り1分切ったんで、このリードを、守っていけばいいんじゃない？ HP がちょっと黄色ゲージになったので、一旦、味方と交代していって、守っていきます。いいですよ、こっからはちょっと、自分の船は結構守り重心、結構硬いんで、こっから、回復していって、で、残りのね、HP を全部ね、こう、縦になってあげれば、勝てんじゃない？いけるぞ！勝てるぞ、これ。さあ、一気に、リードしていって、さあ、ちょっと、もう戦場、もう前に出ておきましょう。出て、迎撃の体勢を構えておきます。あ、いいよいいよ、こっち 72% でしょ。いいよ、味方がガンガン攻撃してくれて、で、こう、ヒットエンドランみたいな。ちょこっと、いたずらしては引き返すみたいな感じ。で、俺が、迎えてってあげれば、さあ、残り10秒。行くぞ、勝てるぞ、勝てるぞ、これ。初勝利になるか。来た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 。あ、これめっちゃ面白い。戦略性はあって。誰がどういう役割やるかもあって。ほんと、めっちゃ嬉しい。エアギター世界選手権予選で満点1位通過した時ぐらい、めっちゃ嬉しい、これ。本当にね、さっきも言ったように、エアギター世界選手権最終予選か。で、満点1位通過した時ぐらい嬉しいんで、マジで、じゃあ、その時の実際の映像、どうぞご覧ください。今回はライズオブキングダム、こちら実況プレイやっていきました。いや、もう元々ゲーム自体がね、もう自分が大好きなゲーム性だし、でかつね、超有名な武士、戦国武将や英雄がね、時代を超えて戦うなんてもうありえなくて興奮してしまいましたよね。で、さらにあとね、船のね、あのね、海戦はね、マジでめちゃくちゃ面白かった。もう戦況を見て、自分はね、守りに徹するのか、それとも攻めていくのかとか、あとは相手の船ですね、のね、配置を見て、で、こう、どういうルートで進めていくかとか、戦略性がね、めちゃくちゃ深かったですね。はい。なので、概要欄にダウンロード URL 載せておりますんでね、興味を持った方はぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。